彼女さんいるからの受けは最悪かもしれないですね。今コツコツ動いてるんで、実は皆さん待っててください。意外と軽視されてるけど重要なことランキングだと1位に入ってくると思うんですよ。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。今回はですね、インフルエンサー界隈のゲス話ということでね、話をしていこうかなというふうに思うんですが、3本ぐらい結構真面目な動画を撮ったんで、今日はね、キケタさんをゲストにお迎えして、インフルエンサーサイドのゲス話をいろいろね、聞いていければいいかなというふうに思っております。っていうのもね、ケイタさん、はい、昔、今はもう閉店してるんですけど、ブロガーズバーっていう、ブロガーが集まるバーをやってたんですよね。そんなのいろいろあるに決まってるじゃないですか、っていう。ブロバーで名前が変わって FFF ですよね。何の略でしたっけ？ファーストフリーランスが、フリーランスが最初に集まる場所みたいな感じ、ね。自分の場所みたいな、ね。そう。結構経ってましたもんね。僕は、結構言ってましたよ、うん、はい、そりゃいろんな噂話とかも聞くであろうし、いろんなことが起きてるんだろうなと。僕そこまで行ってなくて、もともと滋賀に住んでたこともあって、あと若干界隈も青くんとかと遊んだりすることも多かったので、いろいろ違う話が聞けるんだろうなみたいなね。今回皆さん楽しみにしてると思うんで、どんなゲス話がありますか？ケツさん自身の話でもいいですよ、全然。ケツさん自身の話をあたかも知人の話ですっていう風に言ってもいいです。ゲス話かかるんですけど、ちょっとピュアめな話からしてみると、はいはいはい、結婚した人とかいたかな？翻訳かな？もう結婚したのかな？全然ピュアじゃん。そういうのじゃない、そういうのじゃない。お客さん同士で会って、うん、片方はフリーランス、片方はウェブ系の経営者で、はい、最近結婚したとかね。すごー。ケツさん自身は遊んでたんですか？はい、もちもち遊んでましたね。一般的に想像する遊んでたと、インフルエンサーの言ってる遊んでたってレベル違うんですよ。一般人の仕事したの基準と、はい、インフルエンサーの仕事したの基準は違うじゃないですか。それと同じで、インフルエンサーが仕事したって言ったら、会社員からしたら、でも2時間しか働いてないよみたいな。今日働いた感じしません？働いた感じします、ね。どれぐらい働いた気します？ 1 ヶ月の中ではトップ3に入ってですよね。これね、2時から撮影開始してて、まだ3時半なんですよ。っていうぐらい仕事をしてないわけですよね。はい、つまりこれ、遊びに関しては逆転してて、会社員の人が例えば1時間半遊んだらめっちゃ遊んだなって思うけど、はい、フリーランスインフルエンサーからしたら8時間遊んでようやく普通だなみたいな感じになるわけですよね。まあそうですね。逆転現象なんで。そうですね。まあちょっと遊んでましたね。だいぶ遊んでます。全盛期遊んでた時はどんな生活スタイルだったんですか？特にバーとかあった時は朝まで飲むとかあるじゃないですか。まあ昼とか死んでるじゃないですか。夕方ぐらいからそろそろ酒も抜けてきたなみたいな感じになって、5時とか6時とか7時ぐらいまではちょこちょこっと仕事して、よしじゃあバー行けたらまた行こうみたいな、そんな時期はやっぱありましたね。夕方ぐらいにお酒が抜けて、5時とか6時とか7時ぐらいまで仕事をするんですね。仕事って言ったら返信を返したりとか、もうなんなら早く返してくださいみたいな、昨日の時間ずっと無視してるから。でまた飲み行くとかありましたね。ブロガー意外とトラブルはないんですよね。トラブルはないですよ。マジでないですよね。トラブルはもちろんないです。なんか飲み方で言うと、本当に六本木とか新宿の経営者の方が汚いもん。そうかもしれないですね。うちトラブルはないんですけど、フリーランスが集まるとかブロガーが集まるっていう価値観なんで、フリーダムな人たちがそこにグワーって集まるんですよ。シャンパンイエーイみたいな、はい、それもなんか汚い焼き方じゃないっていう、うん、汚いって言われるんですけど、女の子のために開けるのじゃなくて、今日はなんかイベントだから開けちゃうかみたいな、無理してるとかじゃなくて、うち5000円からシャンパンもあるんで、5000円ぐらい開けるか、イエーイっていう感じではありますね、雰囲気としては。いいね、うん。もっとゲス話聞きたいな。なんかないですか、いいの。ありますよ、やっぱ。ブロバー、FFF、なんかもう、常連メンバーっていうのが、やっぱり、今日固まってきたりとか、するじゃないですか。うん、そうすると、自由な人たちだから、1回、2回ワンナイト、みたいな人もいれば、うん、その女の子に対して、すごいガチ恋する人とかいるんですよ。うん、はいはい、ガチ恋したのに、この女の子が、こっちの人とワンナイトしてた、みたいなのがあって、常連から消えていくみたいな。そんなのがあるんだったら、もうダメじゃん。なんだよ、この子に。って消えてっちゃったりとか、バーってやっぱオフラインのつながりな部分、そういうのってすごいシビアなんだなとか、ちょっとした常連さん失っちゃうし、半年ぐらいでまた持ってくるんですけどね、そういう人も、やっぱり来ましたみたいな。あと観測できない部分も結構あって、別れてから聞くとかありましたね。実はあの人と付き合ってって。それちょっと好感度高くないですか？ワンナイト言い晴らす男、ろくなやついないから。確かに。僕知らないところでたくさんあったっていう部分も結構多いかもしれない。いろいろありましたね。逆に、ブロバーきっかけで会ってしまった浮気とかで、バレて白場になったみたいな経験ってないですかね？界隈で。たくさんありますよ。そういうのをゲス話として上がってこないレベルの界隈ってことなんだよ。僕と、あと、文太くんっていう、共有の経営者にいて、はい、常連の人たちっていうのは、いわゆる店のコミュニティなんかのコア面じゃないですか。彼女とか、まあ、いる人ももちろんいますよね。の、彼女側は大体切れてますね。切れてるっていうか、あ、またあそこのバー行くのみたいな。あそこってさみたいな。いろんな変なやつもいるし、みたいな。大体彼女から怒られるっていうのは、定番でしたね。僕もクソ怒られてましたね。バーの経営者とかいうのをなんか縦に使って言い訳に。実際そうですもんね。縦じゃないもん、みたいなね。仕事はしてくかもしんないけど、遊んでんだろみたいな。そんなことはないよ、つって。彼女サイドからの、受けは最悪かもしれないですね。
意外と綺麗だな。でもちゃんと仕事の関係もあるからドア越えないっすよね。あとみんな温厚ですよね。ブロガー温厚だし、実際仕事のつながりもめっちゃ多くて、カウンターでこれ飲んだ人これ飲んだ人が俺が知らない間に今発注してるみたいな、ああそうなんだみたいな、あの時やったのかみたいなとかもなんかツイッターで知るとか、そういうのはめっちゃあったし、けどそういうのが僕のバーやつは目的の一つでもあるんで、仕事がつながっていくみたいな。やっぱオフラインの人の方が発注しやすいですね。だから同じ属性の人たちがオフラインの場で集まれる場所みたいなのがあればいいなってのをめっちゃ思って、だそういうのはめっちゃ嬉しいですね。やっぱオフですよ。ブロバーに行けばそこそこ稼げるようになりますよねって、うん、常連として足毛なんか通う人は何かしら成功してますね。基準値上がるんですか、何なんですかね。ちゃんと稼げるようになってるイメージありますね。特に会社員の人とかは一回頭ぶっ壊れるじゃん。なんでこの人たち正社員でもないのに平日からでも酒飲んでてみんなと言ってることも違うし、はいはい、ぶっ壊れていくんでしょ、いい意味で。あ、じゃあできんのかな。あ、そうそう、それあると思います、うん、SNS 上で見るケイタさんとか文太さんとかってもうすごい人なんですよ、うん、でもまあいい意味でお酒飲んでたら普通の人になるわけじゃないですか。なんかただの、なんかむしろノリも大学生みたいだなみたいな。そうそうそう、ね、これで稼げるならみたいなのは多分思いますよね。僕も飲んでたら普通ですもんね。そういうので独立してった人はめっちゃ多い。あそこは壊れますね。あのケイタさんこんな感じかみたいな。それ僕もめっちゃ言われますね。もっと怖い人だと思ってましたって言われません？言われますね、うん、あったらフランクですね。はい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 。結構イベントもやってましたもんね。ルーケンさんバーテンに呼んでとか。結構後半の方はイベントバーみたいな。いやそうっすよね。みんないい人だからちゃんと来てくれるっていうか、イベント人に呼んでもイベンターとして来てくれるし、その人がイベントやるってなったら割とみんな顔出すしみたいなっていう人が集まってるから、やっぱり面倒見もいいですよね、うん、そうですね、うんうん、今話しなかったブロバー名前変わって FF になったんですけど、今はないんですよ。僕の個人的な事情とかいろいろあって一回閉店したんですけど、来年2024僕絶対復活させようと思って、前は高円寺にあったんですけど渋谷にちゃんと復活させようと思って今コツコツ動いてるんで、実はちょっとマジで心待ちにして皆さん待っててください。僕のツイッターのフォローポチってして待ってるぐらいで必ず来年ぐらいにはそういう動きのムーブが絶対出るんで、ちょっと待っててください。行きたいって思ってますよね多分この視聴者も。そんなとこなんで行きたいなって思ってる人多いと思うんですけど、作るんでもう一回、もう一回作るんでちょっと待ってくださいね。マジで作るんで、はい、渋谷ならいいっすよね。え、そうですね、場所なんですよね。バーをやる経営者って結構多いんですけど、はい、経営に意外といないんですよ。僕が行くんで。本当に酒好きなんで食ってるんですよ本当に。今もう何本目ですか？今もう3本目っす。なんでやねん。ロングで3本目っす。3時40分よっていう、はい、本当にね、ジョンの時とオフラインのつながりこそが意外と軽視されてるけど重要なことランキングだと1位に入ってくると思うんですよ、うん、オンだけでうまくいくほど甘くないっすからね。これはもうマジでそうですね。だって僕が大学生の時ですらケツさんの勉強会とか行ってるんで、オフライン意外といいよっていうのはちょっと真面目なメッセージとして伝えておきたいですね、うん、もっとクズ動画にする予定だったのに真面目になっちゃったの行けばこいつクズエピソードないって言ってたけど日常になっちゃってるから上がってこないだけなんだのが分かると思うんで、ぜひね、できたら一回行ってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思っております、はい、ケツさんのツイッターリンクとケツさんが講師を務めるライティングハックスのリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。別動画でですね、ウェブライターを副業新種におすすめする理由とか、ケツさんがどういう形で独立してからここまでに至るのかみたいな動画も撮ってますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。では今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。